なんすか。友達を呼んできました。お二人のところごめんね。確認なんですけど、はい、お二人になられてますか。一応確認しておかないといけないんで。まあ、ご覧の通り、お二人になられてる方が何のために太られてるのかもアンケートで何だよ、させておりまして。太りたくて太ってるわけじゃないし。え、今何と太りたくて太ってるわけじゃない。いや、俺もね、痩せたい気持ちはありますけど。そうだ、ならがすればいいじゃん。うざいじゃん、こいつ。何やば。食べるのね、楽しいから。美味しいもの食べない、食べずに痩せるぐらいなら、美味しいもの食って太ってたい。まあまあまあ、ああ、それは太ってたい、おかしいな。悪口だもんな、それ。めちゃめちゃ笑ってるじゃん。お前らデブ好きすぎるんだよな、基本的に。デブ好きなんですよ、ね、デブは好きなんですよ。デブって言われて、まあ可愛い可愛い言われることがあると思います。嬉しいですか。嬉しいわけなくね。本当は美味しいんでしょ。ああ、言っちゃうかんこと言ったね。美味しい、美味しいとは思ってるよ、そりゃ。まあ、太ってるだけで面白いって言われるのはね、ありがたいこと。だから、面白くないデブはね、あんま太って意味ないよ。やばってたまちゅうぞ。やばっと今ると初めやるぞ。武田さんです。正式に言いますとね、成田君ですか。今日成田のね、働いている成田モーターズ。ようこそいらっしゃいました。本当にお邪魔させていただいて。ちなみにみんな知ってる人の車だよ。え、デッパさんちの車ですよ。おー、もう乗らないから。あ、それで中途半端にホイールだけ変えてるの。やめてください。はい、じゃあちょっと見せていただいて。おい、うわ、うわ、うわ、おいおいおい、風来てる。え？おー、早っ、早いな。あら、あら、かわいい猫ちゃんが。猫ちゃん、俺、俺、あ、かわいい。なんか水しとれるから、猫。あ、猫が。俺もなんかご協力をありがとうございました。俺もそうなんだ。野球やろうぜ、野球、野球やろうぜ。野球が一番得意だけ。まあ、俺らって言ったら昔から野球しかねえもんな。野球で出会ったもんな。そうや。よし、キャッチボールしようぜー。いやー、100マイルだ、100マイル。危ない。おいおい、舐めた口聞いてくれたな。誰だ、教えてくれ。え、ちょっと待って、まず話し合いたい、ゆうかさん。待って待って待って、上がる。いくよ、せーの。ちょっと待って、ブダさん。ちなみに、ブダさん体重何キロ。マジ、重すぎるだろ、成田。成田、一番大事なとこだ。安全に待ちたいと思います。移動を始めたので、不審者すぎていきたいと思います。うわ、うわ、えっ、ああ、こいつは止まって。本当に嫌だ。みんな、なんでそこなの。嫌やん、嫌なことしたことある。まあまあ、やることは簡単です。ちょっとじゃんけんしましょうよ。なんすけど、最初はグー、じゃんけんぽん。イエーイ、負けー、えいえい。ちょっとじゃあ、何も言わずに、ゴールで何が起こったか言わずに戻ってください。何これ、ビビって損したもんだね。これ言って、おい、何これ。今回はこちらですよね。はい、タックルマシーン。やっぱりね、やっぱり増田ですよ。増田のタックルで、あの後ろにいる豚さんの胸骨一回折れてますから。うわっ、やばすぎる。そうでしょ。待って、じゃあ俺ダメじゃん。やって、あれが折れるの。ということで、今日の晩御飯は岡崎市のおとすしさんにさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こっち太ってます。はい、どうも、奥で太ってます。雑だな。そんな自己紹介ないから。ちょっと買い物までで疲れたよ。サウナ行って寿司で。確かに戻ったかもしれない。戻ってる、やばい。牛乳高い、高い、高い、高いのよ、それ。そう、高いのよ。はい、はい、バチ酔い。もう、もうマジで一瞬で寝れる。この量を見たら分かるね。マジ余裕で12時間寝れる。来た来た来た。しっかり帰るぞ。もう帰らさないね。なんでお前が言うんだよ。店全部閉まってるから、この時間。一個だけ空いてるとこあるよね。お腹空いたね。空いてるわけねえだろ。ペコペコだね。なるほどね。お酒飲んだ後はさ、炭水化物を入れないと次の日残っちゃうから。コールお願いします。頑張りましょう。固め濃いめ油多め満腹ラーメン食いましょう。えぇーい、バカ野郎。と言ってもだからどうするって話になっちゃう。なるほど。はい、あれ、
なんだよ、こう、なんかちょっと撮影してるからさ。車に詳しかったら別だよね、話は。ね、詳しくなさそうじゃん。完全に東海オンエアとは関係ないとか言いますね。そうだね。違うより一応撮影中なんだから友達呼ぶとかはさ、自分のかっこいいとこ見せたいの分かるけどさ。いやいや、あの人、太ってるけど、車屋です。え、車に詳しいってこと？え、だからつなぎみたいな。あ、制服ってことだ。サイズが合う服があれしかない。違う違う違う、最初から言ってもらったことある。おー、俺の案出したのに。来て来て来てじゃん。来てよ。はい、来た来た。はいはいはい。ちょっと悪口多いわ。ちゃんと背中に成田モーターズね。半端ない説得力です、俺。半端ないな。なんだそれ。そんな気がする。古くて安いやつを買ってこだわるとこに金かける。車検も通るやつがいいよね。もちろんそうだね。いや本当車検通らなくて出したらうちの会社潰れちゃうから。ダメだからこの子全員不幸になる。もうベストを入れておきましたんで。入れた一回ちょっと止めてもらっていいですか。え、ちょっと待って。え、これをチョイスして流したんじゃないの。成田くん、これどういうことですか。CD を出す操作が基本できません。これこれじゃないよ。でも出せないわけじゃないでしょ。本当に好きで、うん、物理的に出せないわけじゃない。出せる出せる。どうしたらいいんですか。出せなかったらまず僕に一回連絡してもらってごめん、CD 撮りたいんだけどって言うと、何だ何してんの。何者来てもらって、僕がこのボックスの中でいろいろこう外すもの外して、どの CD がいいって聞いて、それを入れてまたはめます。バカだね。スコアの方発表していただいてよろしいでしょうか。第1位、私、ブタさんでございます。すごい96。おお、デブい。今は友達とご飯行くということで、駅で友達を待っております。信号待ちなどは変わらず加算していきたいと思います。10分も待たしたな、お前。ということで、5日の夜、今日は家でずっと作業してたんで、ほぼほぼ、豚さんを待ってた10分しか加算されませんでした。あ、こんばんは。あれはですね、我々の同級生の豚さんの会社なんですよ。最近インスタグラム始めたって噂も。そうそうそう。あれでも、チャップリンなんじゃないですか。大丈夫ですか、あれ。あれ、チャップリンじゃないですよ。え、チョップリンらしいです。じゃあ大丈夫だ。ということでね、友達の店なんですけど、はい、サイン書きに行こうかなっつって。いや、書かしてくれるよ。そりゃアップなしだから、もしかしたら。あのね、今忙しくてごめんとか。このハイエース買った場所も、この成田モーターさんが、まあ問題ないです。いますね、あそこに。いますね。よいしょ。太ってるとこごめんね。うわー、そうだったっけ。豚です。うわー、今日、あー、そうか。僕なしなんだ、これ。うん、ないよ。サイン書いてあげる。サイン、ありがとうございます。ここ…やばいなぁ。これ書くの。多分でかく書いてください。いや、申し訳ないからね、でもあんま大きく書いたらね。確かに、人が一応見るからね。ちょっとさ、でかいよ。でかいよ。いや、でかすぎるでしょ。でかすぎた。すぎ。もうちょっとね。遠慮した方がいいよ、私。いきます。でかいって、ほっとでけえじゃん。おい、友達の家に。おい、2週間前まで買ったばっかだよ、これ。終わったよ。東海モーターズです。これ、あれだよ。インスタ映えスポットだから、これ。ここで、なんか頼めば、これと写真を撮れます。ありがとう。いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらもすみません。今、成田モータースっていう友達の車屋に向かってますね。はい、もう近くだね。うん。そこの車屋に、子猫ちゃんがいるんですね。そうそうそう。でも、それが乗らない。猫かどうかあんまりわかんないですけど、心当たりとしてまあ最有力ですね。今一番お気軽に何もにお寄りください。にゃー、ほらにゃーって書いてあるからね、うん、あれ。あ、お疲れっす。かくまっとるんやろ。おいおい、知っとるんやろ。すーにしましたけど。何飲み込みじゃない。てつやが脱走した。てつや脱走して、で、なんかメッセージ残してったの。野良じゃないもんね。でも野良じゃない、飼い猫だもん。でもここにいるんじゃないかなと思って。いない。俺が知らなくてここに隠れてたら、もうそれは不法侵入だ。マジで知らないよ。うわー、やったじゃん。終わった。じゃあちょっとなんか心当たりというかないですか。野良猫って聞いて。あー、そのカフェに行ってみる価値はありますね。野良猫を保護している。ちょっと見に行きましょうか。2月20日、うん、久しぶりに幸男に来ました。おいおい、節約中じゃねえかよと思ってるかもしれませんけど、まあ、こういうことをした後にはじゃんけんというね、まあ説明不要のことが待ってるわけですよ、うん、じゃんけん勝てばタダでいきます。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。よっしゃ。俺いました。このメンツで俺。じゃあ成田モーターさんもさんにおごってもらいます。ありがとうございます。え、ほらそういうのか。ほらマジ最悪だ。マジでほんと。なになに
なになに、なんでなんで懐いてんのこいつ。なんかに懐いてんの。おい俺やっぱりトイレ、ね、おい汗びちょびちょやうるせえ。豚と犬で仲良くできるからね。なんじゃねえわ。あー拗ねちゃった。あーかわいそう。じゃんけんぽい。うわ重てえこれ。くっさ、めちゃめちゃおしっこの匂いするじゃん。グーヒーとか言うな。はい、片付け終了。ありがとね。はい、よくできました。トイレ行って流してきてください。おい、やめろ。そうじゃ。いらっしゃい、いらっしゃいませ。車屋です、車売ってください。車屋です、車売ってください。おーい、車屋、車売りに来たぞい。汚ねえな、掃除するか。なんか高校時代に比べると痩せちゃったよね。まあ確かにね、実はそんな太ってなくねって思う人も画面通すといるかもしれない。完全にガリガリがエクソンじゃなくて。だからそれ名前、おいデブじゃねえかそれ。岡崎で車検を頼むなら何も。よし、うん、